はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。本日もこちらモデルハウスのロフトからお送りしております。ただ今日のテーマはですね、戸建てリノベーションですね。弊社でも得意としている戸建てリノベーションについて少しお話ししていきたいと思います。こちらの方に過去リノベーションを行った動画を出しておきますので、それを見ながらご視聴いただければと思います。今中古住宅を購入されて、リノベーションする方って非常に増えてます。ただマンションとは違い、戸建てリノベーションっていうのは結構難しい部分があるんですね。何が難しいかというと、パッとその建物を現状、いわゆる現地を確認することを現状っていうんですけど、建物をパッとこう現状した時に、この壁の中はどういう風になっているかとか、この床下はどういう風に床が組まれているかとかっていうのを瞬時にこう分かるかどうか、これ何が言いたいかっていうと、建物を一からずっと作ってきている、さらに戸建てリノベーションとかを数こなしていると、パッとこの部屋に入った時に、この建物を見た時にどういった構造で作られているかとか、どのような感じで下地が組まれているかっていうのが大体わかるんですね。僕はそれを壁の中を透視しているっていうんですけど、実際見えてはいないんですけど、なんとなくでもそれがパッとわかるんですよ。そうすることで、お客様が例えばこの柱をね取りたいんだよ、ここを部屋にしたいんだよって言った時に、ここには多分こういうふうに上のね梁が組んであって、そこに荷重がかかってるんで、この柱は抜けないんですけど、これをずらしてここにもう一本柱を立てることでそれは可能かもしれませんとかっていう提案ができるんですね。そういった形で戸建てリノベーションの楽しみっていうのは間取りを変えることですよね。特に中古住宅を購入する方であれば、前の生活感がある住宅ではなくて、まるっと間取りを変えて、水回りの位置とかも変えて、新しいライフスタイルを送りたいと思うわけですよね。その提案に応えられるか、もしくはお客様が望んでいる以上の提案をできるかどうか、それをさらに形にできるかどうか、これが戸建てリノベーションで一番難しい部分なんです。今回は弊社の過去の事例とかね、そういった部分でお話をしますけど、これから戸建てリノベーションを検討する方にはぜひね参考にしてもらいたいと思うんです。戸建て住宅をまるっとね、例えば外壁、サッシ、床、壁、天井とかって全部フルリノベーションでやり替えると、それはやっぱり1000万後半から2000万ちょっとってこうかかってきちゃうんですよ。そこまでかけてフルリノベーションする方って実際は少なくてですね、例えば購入された中古住宅が2階建てでしたと、メインで生活するのは1階部分であれば、1階はもうサッシとかも全部ヘアガラス、断熱サッシにしてリノベーションする、外壁も。ただ2階は寝室として使うとか、そういった用途であれば、その部屋だけをスポットでね回収すればいいと思うんですよ。過去の事例でもやはり同じような事例で、1階はもうフルリノベーション、もう間取りをガラッと変えて、柱なども補強し直して、で床下も全部開けて、床の断熱回収から始まり、水回りの位置も変えてとかってやって、快適に今お客様住まれています。弊社でこう戸建てリノベーションとかを進めていく中で、やっぱりね必ず相見積もりってあるんですよ、他社さんと。ただそれっても大体決まってて、新築クレさんとか、あとはまるっとこう新築くんとか、なんかいわゆるパッケージですよね。リノベーションのパッケージ商品と結構当たるんです、見積もりで。ただね、そのパッケージングの戸建てリノベーションの見積もりって、もう僕自身よく分かんないんですけど、金額が決まってるんですね。これだったら、この坪数だったらいくらみたいなのが、それすごく不思議なんですけど、特にその中古住宅とかであれば、同じ年数に建ててる建物でも、やっぱり工法も違えば、使っている素材も違いますし、耐久性だって違うわけですよね。それを同じパッケージングの価格でできるかっていうと、それは当然できないと思うんですよ。もしくは
どちらかのお客様が損してて、こちらのお客様だけ得してるとかね、同じパッケージ価格だとすれば、つまりリノベーションっていうのはですね、一つ一つの建物個体によって金額っていうのは出し方も変わりますし、補強の仕方だって全然変わるわけですよね。中には土台の一部がね、シロアリに食べられちゃってて、それを部分的に交換するとか、柱を補強する筋交を入れるとか、そういう作業が結構出てくるわけです。だから、開けてみないとわからないっていうのが正直なとこなんですけど、それを予測して提案、プラン、見積もりができるかどうか、これを一式にするっていうのは非常に危ないですよね。またこれから中古住宅を購入しようとしている方で、とにかく安い建物、それに手を出すのは結構危険です。安い建物っていうのは手の施しようがなかったりするんですよ。言ってしまえば、もう土台だけ残して柱から全部やり替えないとリノベーションできませんとかっていう物件もあります。そうすると結局新築と変わらないような金額になってしまうんですね。ただそれって購入する前だとわからないんですよ。わからない、実際購入してみないとわからなかったりする。そのために事前に購入前でしっかりと判断できるインスペクションっていう制度があります。私もその資格持ってるんで、これから中古住宅を購入しようというお客様から依頼をいただいて、不動産屋さん立ち会いで現地の調査をするんですね。インスペクションっていうのはどんな調査をしているかというと、今のその建物の現状を包み隠さずしっかりと判断、説明するということですね。そしてリフォームを行った場合におおよそどれぐらいかかるかというところまで当社で提案しています。その結果、その購入を諦めるとか、そういうお客様いますけど、買ってから後悔するよりはよっぽどいいですよね。戸建てリノベーションを検討する方、特に中古住宅を購入されて、そういう方にはまず事前にそのインスペクションっていうのを行ってもらいたいんですね。そうすることで、どのようなリノベーション、リフォームが必要になるかっていうのが大体わかりますし、どのような部分が改修できて、ここはいじれないとか、そういった部分もしっかり分かってくるんです。さらにその建物のリフォームの過去の経歴とか、そういうのも見えてくるんで、事前に防げるリスクであればそれは行った方がいいです。ただインスペクションというのはどうしても費用がかかってしまうんですけど、後々購入してから大きな費用が発生するよりはいいですよね。リノベーションというワードは今非常に人気なんですけど、マンションとはやっぱり違って、戸建て住宅の場合は様々な要因が関わってきます。それを事前にちゃんと把握しておくことがリノベーションで失敗しないコツだと言えるんですね。イメージばかり膨らまして、今の間取りをこのように変更できますという提案をされても、現実的にそれができないということだって当然あるわけですよ。さらに見積もりで言えば、一式一式一式ってこう一式表記いくらで出すのって非常に簡単ですけど、かなりそれはアバウトな部分で、逆を返せばその詳細がわからないから一式で出しているっていう部分もあるんですね。工事の項目によって一式で出すこともあるんですけど、きちんとその工事の工程、過程が見えて、このように変更する、このような工事になります、そのためにこの価格がかかるんですっていう形できちんと出せる会社さんであれば、一式っていう内容で金額が出てこないんですよ。何が言いたいのかというと、このようにここの部分をこのように直すっていうだけで、これぞの材料がかかって、この工事費がかかって、この解体費用もかかって、処分費もかかってきますと、それを一式で出すのか、きちんと見積もりを詳細に出すのか、その詳細に出した見積もりに関しては一般の方では理解できない部分も多々あると思うんですけど、それをきちんと説明するかどうか、単純にそれだけでもその会社さんの信頼性とかね、そういうのが見えてくると思うんですよ。もしこれから中古住宅を購入してリノベーションを検討している方、もしくはご実家があってそのご実家に移り住むことになるんでリノベーションを検討する方、そういった方はまず最初に事前にインスペクションを行ってください。それでまず建物の現状をしっかりと把握して、どのようなリノベーションであれば可能なのか、費用が大体どれぐらいで済むのか、そういった部分を把握した上で購入もしくはリノベーションに進んだ方が良いかと思います。また相談する会社さんによって大きく左右される部分でもあるので、どこにきちんと相談を持っていけるのか、どのように対応してくれるのか、
見積もりとか、まあ、過去の事例でもいいです、その会社さんの。そういったものをしっかりと確認しながら進めていくのが、失敗しないリノベーションに進むと思います。もちろん弊社でも過去に戸建てリノベーションを数多くこなしているんで、どのようなリノベーションをすればこれぐらいの費用になるっていうのはご提案もできるんで、ぜひねご相談ください。